こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。性格からの自律神経症状のお話です。ストレスを受けたり、心に不安緊張感を抱いたりすると、その情報が脳から視床下部へと伝わります。さらに不快な情報が持続すると、自律神経に失調をきたして不定収束を訴えるのですが、ストレスの受け止め方には個人差があり、その人の性格や気質でその症状は大きく左右されます。真面目で責任感が強い人、完璧主義者、几帳面、神経質、人の目を気にする、周囲の人に迎合する、人前で緊張しやすいなどといったタイプの人は、ストレスの影響を受けやすく、自律神経を乱しやすい傾向にあります。特に A 型気質といわれる完璧主義者で頑張るタイプでは、交感神経が緊張しやすく、高血圧症、狭心症、不整脈など循環器系に影響が出て、手足のしびれ、血行不良による肩こり、血圧の変動などの症状を起こします。また、性格が細やかで、小さなことや他人のことにもよく気がつく神経質タイプでは、身近な人の死や心身の過労、不安、恐怖などストレスが過度に感じられ、交感神経が極度に興奮します。このタイプでは心臓神経症になりやすく、最近では20から50代の女性に多く見られ、安静にしていると突然頓服が起き、数分から数時間続いたり、冷や汗をかくなどします。現在ではパニック障害という不安神経症の一部に分類されています。普段から自分の思考の仕方に注意をし、自分を変える工夫が必要です。では本日のお話はこれで終わります。